詳しい、JBA の名誉会長であります秋山小正郎様から、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今年もこうしてですね、宮本さんに大変お世話になりまして、この記念の音楽会が開かれることを大変嬉しく存じております。なぜ吹奏楽と宮本さんがこんなに関係があるのか、今牟田先生の方からお話がございましたけども、それは全て横浜の生組事件から始まっているわけです。これは先日ユーテレビで横浜でも放送がありましたので、すでに皆さん方よくご存知だと思いますが、簡単に申し上げますが、生組事件があって、日本というこの山の国に、外国人を横浜に商品を置いておくのは不安だということで、各国がみんな軍隊を送ってきたんですね。今沖縄にアメリカ軍がいるなんていう問題じゃどころじゃなくて、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、いろんな国から軍隊が送られてきて、その商品を保護するという名目でこの近所一帯にキャンプを張っていたわけです。なぜそんなことが起こったかっていうと、やっぱり生麦事件なわけですけども、それでその結果、イギリスは1人殺したり2人を怪我して、1人は無事だったの、4人の、賠償金を求めてやってきて、でイギリスと戦争をして、その状態もこの間テレビに出ておりましたけど、その結果島津港はこれはイギリスと喧嘩しちゃダメだと、これからイギリスから勉強しないといけないということをつくづく感じてですね、このイギリスの駐屯地に鹿児島の侍を送って、その訓練の様子を計画させた。そしたら賑やかな文学会というのがあって、これは素晴らしい、うちのハンドル作ってもらおうということで、殿様に進言してですね、32名の侍たちが、ちょうど今頃だと思いますが、144年前の今頃、この妙高寺さんに合宿をして、イギリス人のジョン・ビオン・フェントっていう人からな、だからこの吹奏楽を日本に、ね、一番最初に習ったね。そんなわけで横浜にありながら、横浜の人が習ったんじゃなくて、東京の人が習ったんじゃなくて、鹿児島の人がここで吹奏楽を習うということが起こった。そういう意味で非常にこの妙高寺さんと吹奏楽は関係が深いわけです。その意味で記念碑を立てさせていただいて、お人の関係をやってるわけです。でフェントンさんはその後、長い間どこでいつ亡くなったんだか分からなかったんですが、つい最近研究の結果ですね、なんとイギリスへ帰ったんじゃなくてアメリカへ帰ったということが分かりまして、これはイギリスから連れてきた奥さんが横浜で亡くなって、今でも外人墓地にお墓がございます。その代わりに今度はアメリカ人の若い女性を5歳にもらって、このアメリカ人と結婚したために実はアメリカに行ってたんですね。それを発見した人もいるんですが、それはやっぱり横浜に関係があって、横浜の、船の乗船名簿を見たらば、イギリスに行ったんじゃなくて、サンフランシスコに行ったということが分かって、それでやっと突き止めて、このペントンさんという人は、そこでいろいろあったんですけど、一旦スコットランドに帰ったりしてるんですけどね、アメリカに亡くなったということが分かって、そのご子孫がこの6年ほど前に横浜さんのお墓内でここに呼んでいただいて、皆さんにご挨拶する機会もございます。そんなわけで、この、横浜さんと吹奏楽というのは本当に聞き切れない縁がこうして、年やらせていただくわけですが、今年はその横浜の音楽祭りということをかけて、本当にこの本堂がいっぱいになって、何十年の間にこんなに盛大になったのは今日も初めてぐらいで、ますます皆様のおかげで相模に来て大変嬉しく存じます。私もどうぞよろしくお願いしたいと思います。長くなりました。失礼いたしました。